チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。店長です。本日は海鮮パフェの作り方を紹介していきたいと思いますのでご覧ください。棚たちを使うものに使うので切っていきます。まあ、こんな感じでまずは次はサーモンです。こんな感じですね。今日はエビも入れたら5種類かな。白身は上の部分にちょっと飾りもつけるんでこんな感じで、たらここからこうくるくるくると丸めてお花みたいな感じです。おお、綺麗ですね。たらまず置いておきましょう。店長が大好物のタコ皆さん覚えててください。店長はタコとイカが大好きですわかんないですが、今から今度は入れるために細かく小さめに全部刻んでいきます。こんな感じですね。まあ、一口サイズというかサイコロサイズぐらいでこんな感じで、ちなみに中に入れる魚は何でもいいです。好きな魚を、もしなんかお友達が来たりとかちょっとおしゃれに盛りたいなって時はこうやってやってもいいかもしれない。切ってください。白身も同じく、いろんな色があればあるほど綺麗に見えるので、とりあえず下ごしらえ OK です。はい、次は盛り付けです。はい、早速うちはこういうあの、まあ、もともとビアグラスなんですけどちょっとおしゃれなんでこういうの使っていくんですよ。家でやるときはもうちょっと背の低いグラスとかの方が作りやすいです、うん、ではまず最初にちょっと角度的に見づらいかもしれないですけど、もうね、下に米入れちゃうと、はい、醤油かけたときたまるんでしょっぱくなるんですよね。あ、そうそう、なんで軽くちょっとこう何でもいい、サーモンでも何でもいいんですけどこんな感じで先に入れとくと、はい、醤油溜まってもあの米が吸わないんで、ちょっと色合いを出すために大葉を使っていきます。大葉ですね。そう、さっき切ったタコを、はい、ちょっと混ぜていこうかな。イナダと違う、ババガレイの刺身です、はい、なかなかレアなんです、ババガレイの刺身は。で、ちょっと色合い出すためにこんな感じで大葉と軽く和えて、そしたら今度は3段目の層になります。はい、ありますか、こんな感じです。こんな感じになって、してまた米を、あ、ちなみに今日の函館今何度、2度ぐらい、かなり寒いんで雪が降ってます。はい、これから北海道の長い冬が始まります。やだ。ちなみに今日のカメラマンはたっくんです。はい、たっくんです。紹介が遅れましたか。次、さっき大葉入れたんで、はい、次、はい、まあ、海苔、海苔入れるとね、うまいから風味が出て美味しいんで、いいほど入ってますね、海苔だよね。ちなみにこれあのパパッと作んないと
の米の熱が魚に入っちゃうんで皆さん気をつけてください。またさっきのサーモン乗せて、こっからは最近ちょっと編み出したアレンジなんですけど、はい、こっち側サーモン、はい、でこっち側稲田、はい、そんでもう片もう空いてるところにタコとかこう白身を入れるとなんかここオレンジじゃないですか、はい、でこうちょっとピンクっぽくなって白くなってみたいな、うん、上から見るとこんな感じ。そう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 、そんな感じです。なんか作るたびに結構ねパフェはなんか進化していくんで。そしたら最後の層米をちょっとこう上に乗せてあげて、はい、前にぎゅうぎゅう押しちゃうと潰れちゃうので、まあ、軽く乗せてあげる感じで、とりあえず下の層はこんな感じです。こんなですね、まあ、ちょっとパフェっぽいかなと、はい、あとはパフェなんてこう上を華やかに持っていきたいと思います、はい、まずはきゅうりちゃんを、こんな感じであるとパフェっぽくないですか？わかるこの感じ。ガチなパフェのあのウエハースが乗っかってる時の。そうウエハースをキュウリで。キュウリで再現。あとは、はい、まあこういう刺身とかこうこぼれてる感を出すために、はい、ベロンみたいな。じゃあちょっとサーモン乗せちゃいましょう。ベロン的な感じで乗せてあげて、フルーツとかさあ乗っかってますね。そう乗っかってるでしょ。と旬のブリ、はい、稲田ちゃん、稲田ちゃん乗せて、はい、そしたら今日5種類目の甘エビ、はい、エビまず殻むき、殻をね剥くときがねちょっと難しいんで、ちょっとむずいんですけどね。まあ一気にやるとしなくていいんで、はい、半分ぐらい剥いてまた半分剥いてあげるとこんな感じで、おー、はい、綺麗に剥けるので、そしたらこいつを一番目立つところに、そしたら最後にさっきこの巻き巻きした白身ちゃんをここに乗せてあげて、で、あとはレモン、こんな感じです。完成です。はい、すいません、お待たせいたしました。じゃ海鮮パフェです。実食です。はい先手です。はい、こう、はい、ふわってかけちゃう人もいれば、はい、まあ、別皿に醤油持って、はい、で、まあ一個ずつこう上から取って、はい、食べる人が結構多いみたいなんですけど、はい、せっかくなんでちょっと使っていきますか。いきますか。じゃあ崩しちゃいますよ。はい、皆さんこれが綺麗な姿最後ですよ。ちょっとまずはこの上のこいつ取っちゃって、はい、エビちゃんもちょっと外して、はい、ここら辺も外して、はい、やっと米が見えました。ちょっとだけ醤油をつけて行きます。行きます。おお、いただきます。はい、うん、うまい。じゃあ2番手、たくん、いきます。お願いします。よっ、あ、いいね。あ、たこが。あ、いいよいいよいいよ。よっ、いきます。うん、おいしい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 、よかったよかった、はい、味は確実だからね。うまいっす。店長です。たくんです。今日は海鮮パフェを作ってみたんですけど、
皆さんも、まあ、ちょっとこういうご時期って時期なんで、あんまりお家で集まれないかもしれないんですけど、なんかホームパーティーとかあったらちょっとおしゃれな感じで持ってみてください、はい、ではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。映画チャンネル動画でじゃあ